始まりましたチャンミヤ TV。 1月の29日火曜日の今日は第166回目のチャンミヤ TV です。メイン司会のチャンミヤです。牛久市キラキラプロジェクトを推進中の奥のガマガールの長女ですよ。平日の毎日8時から9時のこの時間に市民初のメディアチャンミヨ TV をどうぞよろしくお願いいたします。そして私チャンミヨは、11月の第3日曜日に内閣府が定めております家族の日というのをですね、勝手に応援しております。まあ、育ててもらった地元というのはね、家族のようにあったかい存在ですよね。はい、地域と家族の絆について、考えていきましょうという、そんなあったかい家族の日をね、皆さんぜひ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 チェックしてみてくださいね。はい、そして本日のスタジオは、はい、サンスポーツ東和翼さんからの、はい、生放送でお送りしております。常磐線のね、牛久駅東口から歩いて、まあ、ちょっとのところでね、到着しますからね、皆さんぜひぜひ本当にリフレッシュできる本当に癒しの当番役、ぜひ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 遊びに来てくださいね。はい、あの優しいスタッフの方が笑顔で迎えてくれますからね。はい、ぜひぜひよろしくということで、サンスポーツ当番役さんのね、こう場所をご紹介しますと、じゃじゃん、こちら見えますかね。こう JR 牛久駅東口を出てですね、あの2個目の信号、ね、県道の272号線をこうずっとまっすぐ行くんですけど、2個目の信号、まあ、左側に左手に筑波銀行さんが見えて、まあ、右手にね、サンスポーツさんが見えるんですけども、そのサンスポーツさんの隣にあるサンスポーツ当番浴でね、チャンミヨ TV 今生放送でお送りしております。よいしょ、定休日、毎週木曜日が定休でございます。はい。なんですけれどもね、あの、当番、毎月10の日はね、当番の日ということで、10のつく日で木曜日だった場合は、この日は営業しますからね。はい。皆さん、ぜひぜひお気をつけください。木曜日は定休日ですよ。はい。といった具合にですね、私、チャンミヨ TV 本日は、はい、サンスポーツ当番役さんからお送りしております。でですね、そんなチャンミヨ TV 現在スポンサーとしてチャンミヨ TV を応援してくださる、はい、企業さんを大募集しております。皆様のご支援、何卒よろしくお願いいたします。はい、もしもいいよっていう風なね、方がいらっしゃいましたら、メールアドレスがちゃんみよ .tv@gmail.com、 チャンミヨの綴りは CHANMIYO のドットの tv@gmail.com ですよ。はい。もしくはツイッターであればね、ツイッターのアカウントが@のチャンミヨ。チャンミヨもね、CHANMIYO のチャンミヨ。はい。まで、ぜひぜひご連絡ください。お待ちしております。はい。そして、もうね、いろいろ募集するところがいっぱいありますからね。チャンミヨ TV 皆様からのコメントお待ちしております。ユーストリームのソーシャルストリームで、はい、コメントしていただくか、もしくはツイッターであれば、ハッシュタグに、はい、チャンミヨ TV というふうにね、入れていただいてコメントしてもらいますと、リアルタイムでこちらのスタジオでね、はい、コメントチェックできますから、皆さんぜひぜひ、このリアルタイムでこのチャンミヨ TV をね、楽しんでいただきたいと思います。はい、楽しんでいきましょう。それでは本日の流れをご説明します。まずこの後ね、いつものコーナー牛ニューを読みます。牛ニューというのはね、牛久市だったり茨城県のニュースを、はい、ご紹介するコーナーですよ。はい、とてもためになりますからね。そしてその後に、はい、ちょっと曜日が変更になりまして、火曜日が、はい、チャンミヨ TV のミキ先生のお縄計画です。ミキさんのお縄計画が始まりますのでね、今度から火曜日ですからね、皆さんぜひ要チェックですよ。ということでね、はい、行ってみようのコーナーの後にお縄計画をね、はい、放送しますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは早速ね、はい、20時から平日毎日生放送しているチャンミヨ TV、 はい、放送ね、こうしっかり最後まで頑張っていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。それでは
牛乳でございます。よいしょ。ほっ、ちょっとメガネ忘れた。よいしょ。それでは早速ね、参りましょう。メガネをバッチリして、牛乳でございます。一つ目の牛乳、1月の29日朝日新聞さんからの記事のご紹介です。薪ストーブで節電調査ということですけれども、どんな内容なのかと言いますと、はい、牛久市内の間伐材燃料にということで、2台設置資源巡回をと、どんなニュースなのかと言いますと、牛久市は電気代を節約するため薪ストーブを牛久市施設の一部に導入するそうです。28日に池野部克幸市長が記者会見で明らかにしたということです。この薪は牛久市内の荒れた林などの、はい、間伐材を使うということですよ。はい、ストーブは2月上旬までに市の分庁舎といじめや不登校の相談に応じる希望の広場の2カ所に1台ずつ設置する予定となっているそうです。設備費用は1台で150万円から200万円程度、1台で最大約225平方メートルの広さを温められるということなんですね。すごいですね。導入の背景には電気代の値上がりがあるそうです。牛久市によりますと、2011年度の最終予算で電気料はなんと3億4,181万円だったが、2012年度の予算は12月の補正後ですね、なんと3億8,228万円に増えたということなんですね。だいぶ増えましたね。4000万円も増えたんですね。はい。そしてさらに2013年度は3億9,706万円を見込んでいるということで、また増えてますね。はい。東京電力の値上げの影響を受けて、1年余りで4000万円以上電気代が増えているということなんです。また、化石燃料に頼らないバイオマスタウン構想、そしてスローシティといった街づくりを進めているこちらのね、牛久市は、ストーブの薪を牛久市内の山林から賄う方針なんだそうです。牛久市内には、この山林というのがね、約1270ヘクタールもあるそうで、手入れが行き届かずに荒れているところも多いんだとか。牛久市は茨城県の補助事業を活かし、林の手入れをして、そこで出た間伐材を薪に活用するということです。池野辺市長は薪ストーブを導入し、地域の資源が循環する社会づくりを目指したいというふうにお話しされていたそうです。牛久市、導入後の電気使用量の変化を見た上で、来年度以降の設置について検討していくというですね、まあ、一つ目の牛乳でございました。電力使用量の削減と、あと平地林の整備のいわば一石二鳥を狙った取り組みのようですけれども、牛久市によりますと、経済効果は実際に稼働してからでないとわからないということです。今後は特に牛久市の東部地域で荒廃が見られる森林の整備に生かすということで、池野辺市長、牛久市の木を燃料に使う地産地消の拡大を進めていくというですね、考えのようです。一般家庭でも節電意識の高まりやゆとりのあるライフスタイルを求める人たちの間で、改めて薪ストーブというのがね、注目されているというお話も、はい、聞いていますよね。煙突が出ているお家、皆さん見たことありませんか？手間はかかりますが、あの温かみと、そして和みの雰囲気、ちょっとした憧れがありますよね。はい。まあ、そしてね、市役所の取り組みも際立った効果を得ることは難しいかもしれませんが、はい、話題性もありますし、牛久ならではの意欲的な取り組みとして注目していきたいなというふうに思いますね。はい。ということで、以上、一つ目の牛乳でございました。続きまして、二つ目の牛乳です。こちらは1月27日、常陽新聞さんからの記事のご紹介です。手作り味噌できましたという土浦からのニュースでございます。どんな内容なのかと言いますと、土浦の人気講座30人がチャレンジということで読んでみましょう。土浦市
六中地区公民館の後期講座手作り味噌が21日までの3日間に土浦市でね、はい、ここ開催されたということでございます。こちらの手作り味噌の講座、応募者が多く日程をずらして2つの班に分かれて各15人ずつ受講しているということなんです。こちらでね、活動している手作り食品研究会の大塚優子さんら4人のメンバーが指導をしたということなんですけれどもね、まあ、ちょっと中の部分、まあ、作り方の部分はちょっと割愛しまして、まあ、並行式で大塚さん、味噌の保存法について、2週間後に焼酎を霧吹きでかけ、ラップで閉じて蓋をし、そして風通しのいい場所で保管してくださいと。はあ、というお杉から食べられますが10月頃に美味しくなるでしょうというふうにね、はい、お話をしていたそうです。若い主婦の方々がですね、普段の暮らしがせわしないのでたまには手作りの美味しいものを家族に食べてほしいと思ったというふうにね、インタビューに答えていたそうです。また初めての参加者の方からメンバーの人に手順よく用意してもらい、スムーズに作業が進んだと、麹をたくさん入れたからきっと美味しい味噌になるのでは、そして材料すべてを最初から見ることができ安心して食べられるなどのね、感想が、はい、聞かれたというようなね、2つ目の牛乳でした。さてさて、お味噌といえば牛久って言ったらね、なんといっても山一味噌さんですよね。以前も番組でご紹介しましたが、山一味噌さんでも味噌作り教室というのがね、行われております。今後の開催予定、2月は21日の木曜日、そして27日の水曜日、そして3月に入りますと8日の金曜日と23日の土曜日、そして28日の木曜日となっているそうです。こちらの予約は1週間前までとのことですが、大好評のために早めのご連絡お願いいたします。はい、おすすめしますということでね、まあ、都合により開催日が変更するとのこともあるようなので、まあ、詳しくは山一味噌さんのホームページでチェックするか、電話番号は 029-875-0002 までお問い合わせください。ちゃんみおも体験してみてとっても楽しかったのでね、皆さんもぜひ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 挑戦してみてください。こちらはね、お子さんの食育としても大変おすすめとなっております。というのでね、以上2つ目の牛乳でした。続きまして3つ目の牛乳に参りましょう。1月29日常陽新聞さんからの記事のご紹介です。厳冬期にボタン見ごろ、こちらはつくばのニュースでございます。はい、どんな記事なのかと言いますと、はい、高度技術で一足早い春ということで、つくばボタン園さんからの記事ですね。厳しい寒さの中で、つくば市のね、つくばボタン園では、冬ボタンが見ごろとなり、一足早い春の訪れを感じさせるというようなね、ご紹介がありますよ。ボタンは本来春に開花するものですが、冬ボタンは厳冬期に咲くように、徹底した温度管理による高度な栽培技術で育てたということです。こちらのつくばボタン園では、約70株のボタンが、8分咲きだそうです。寒さから花を守るため、わらぼっちと呼ばれるわらの覆いの中で、紅やピンク、白、黄色などの花をつけているということです。冬ボタンが鑑賞できる冬の庭絵は2月の11日まで開催となっております。問い合わせはつくばボタン園。電話番号 029-876-3660。つくばボタン園の電話番号は029-876-3660 までですね。ぜひぜひお問い合わせしてみてください。はい、ということでね、以上3つ目の、はい、つくばボタン園さんの記事ご紹介しましたけれどもね、こちら画像があるので画像をちょっとご紹介しましょう。よいしょ、ピクチャーショットがなぜかなかったかな。画像用意してあります。デスクトップでしたね。よいしょ、どこ行っちゃったかな。つくばボタン園の写真があったはず。これとこれだ。えい。まずこちら、雪が綺麗でございますね。
はい、そしてもう一つ、見えますかね。はい。さてさて、この筑波牡丹園、平成元年に設立された民間の植物園です。株式会社、久喜崎観光農園さんが運営しておりまして、茨城県の観光物産協会、つくば市観光協会のほか、なんと牛久市の観光協会も講演しております。日本一のスケールを誇る、なんと6万平方メートルの広さを誇る敷地には、550種、1万株のボタン、215種、5000株のシャクヤク、80種、500株の500株のバラ、西洋シャクナゲ、カルミアの、ね、古木など、はい、美しく配置されております。はい、よいしょ、生地戻しますね。はい。まあ、池のね、展望が美しい広大な日本庭園は見応え十分ですが、散策後の楽しみとして、ボタンやシャクヤクの根と高麗人参のエキスの薬膳そばうどんが評判の食事どころ。そしてボタンの花弁を生地に、すき込んだボタン抹茶セットがいただけるボタン茶屋も園内にあるそうなのでね、そちらもぜひ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 チェックしてみてください。はい。そして、そして、続きまして、牛スポでございます。こちらは1月22日の常陽新聞さんからですね、稀勢の里資料館、資料室開設ということで、まあ、稀勢の里の母校のね、龍ヶ崎、一律の長山中に、稀勢の里の資料館が、はい、開設されたということですね。まあ、こちら、一般にも公開されているということなんですけれども、まあ、ホームページなんかでもぜひぜひチェックしてね、遊びに行ってみてください。まあ、長山中のね、校長先生、生徒たちも早くもう一つ上の横綱になってもらえるよう応援している。平常心で頑張ってほしいというふうにね、稀勢の里の応援をしていたという、まあね、そんな、ちょっとサクサクっといきましたが、牛スポでした。続きまして、気になる明日のお天気、牛天でございます。明日の1月30日水曜日の気になるお天気は、はい、晴れでございます。晴れです。嬉しいですね。最低気温がマイナス2度。そして最高気温が10度まで上がるそうです。寒いですからね。皆さん、あったかい格好して出かけるようにしましょう。北海道はお腹と背中に貼るのがおすすめですからね。はい、ということで、以上が牛ニューでした。はい。ということで、はい。まあ、こう、いい時間になりましたからね。まあ、とりあえず、一旦 CM です。まだまだスポンサーの方はいらっしゃいませんが、まあ、そんなこと言ってられません。このチャンミオ TV はチャンミオの提供でね、お送りしておりますのでね。ということで、CM です。どうぞ。ということでね、チャンミオの CM をね、こう毎回毎回お送りしてますけれども、本当皆さん、広告大募集ですからね。はい。まあ、こう、もしも CM 作ってっていうのがありましたら、もちろんご相談にね、はい、押しますので、その時もまた、チャンミオ TV のメールアドレス、もしくはチャンミオの Twitter までね、ご連絡お待ちしております。それではそれでは、続きましてのコーナーに参りましょう。まあ、今日は火曜日でね、新しくおなば計画になったですけれどもね、今日も誰かがこう、チャンミオ TV に、チャンミオハウスに帰ってくるかな。
ピンポン。はーい、ピンポンがやってきました。ただいまです。おかえりなさい、ミキさん。ありがとうございます。おかえりなさい。こんばんは。どうも、おかえりなさい。はい、チャンミオ TV のね、火曜日のレギュラーということでよろしいですね。はい、お引っ越ししました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中美希さんです。はい。美魔女です。なんかめっちゃね。まあ、楽しみにね、今後、おなば計画楽しみにしていただきたいなというふうに思っているんですけども、まあ、皆さん、まずはね、こうおなば計画楽しみにしてると思うんですが、まあ、火曜日にね、あの週末にちゃんみおが取材してきた情報を、はい、うん、まあ、こう、取れたての情報をお届けということで、まあ、ちゃんみおの行ってみようというですね、まあ、コーナーも一応火曜日に用意しておりまして、その取材してきた内容というか、まあ、ちゃんみおが取りだめてきた内容を、うん、まあ、この場でちょっとね、はい、ミキさん登場してきましたけれども、こう皆さんに見せたいなと思ってるんですが、よろしいですか？はい。ではではですね、今日の一緒に見せていただきます。はい、じゃあ行きますよ、はい、VTR どうぞ。よろしくお願いします。まず本日の感想をお願いいたします。はい、誕生日会っていうのは何気に久しぶりのことだったんで、うんうん、ちょっと照れくさいですが嬉しかったです。ありがとうございます。ちなみにですね、はい、あの私ちゃんみお TV っていうのはインターネットのテレビ番組なんですけれども、はい、このインターネットのテレビ番組のスタジオがですね、牛久のスタジオなんですけれども、はいはいはい、あの下妻物語でこういろいろと下妻物語って書こうっていうふうに決めた時ってこう、うん、茨城県に何か特別な思いがあったのかなっていうのをすごく気になっていたんですけれども、いや、うん、特別な思いっていうのは、はい、実はなかったんですけども、まあ、うん、自分のそのイメージするその主人公、うん、はい、がいる風景っていうのを探していたところ、はい、そのバッチリなロケーションがたまたまその下妻で見つかったんですね。バッチリだったんですね。うん。で、まあ、下妻っていう場所自体僕は全然知らなかったんですけども、はい、その降り立ってここがもう自分が思って描いてたイメージにぴったりっていう、はい、その田んぼの風景も含めた、うん、なんかいろんな町の情景っていうのがあったのが、はい、いろいろリサーチしていったら下妻にちょうどあったんで、うん、そして下妻物語と、うん、そしてあの桃子と、うん、あのいろいろ暴走してこう下妻から牛久にこうワンツーファイブをこうバーッと手付けできますよね、うんうん、やっぱり牛久大仏ってまで行くっていうのも、それもどこのきっかけで牛久大仏をこう描こうというふうに牛久大仏をね、はい、その全然知らなかったんですけど、はい、その下妻界隈のなんか、うん、いろんなエリアを調べていると、はい、やっぱりあの大仏のインパクトっていうのがものすごかったんで、やっぱりこれはぜひとも登場願いたいと思って、うんうん、その最後の、うん、乱闘シーンで、はい、入れさせてもらったんですけども、ありがとうございます。下妻物語から牛久大仏もようやくいろんな方に、うん、認知していただくことになって、うんうん、本当に野原先生のおかげです。ありがとうございます。ではではですね、続きまして龍ヶ崎桃子っていう名前も、はい、龍ヶ崎という茨城県の地名でありますけれども、あ、そうなんだ。あ、それは全然あの僕は、ノーチェックですね。あ、本当ですか。あのとりあえずあの、うん、やっぱり
あの龍ヶ崎みたいな、はい、あのいかつい名前にしたかったんで、そうなんですね、あのいろいろと名前を考えて、もう桃子っていうのは、うん、あの、うんうん、まあ小説とか映画見てもらえば分かるけども、はい、あのもうちょっと最初にもう固定して決まってた名前なんで、うんうん、あの苗字の方にそれにあったそのちょっといかつい名前、はい、その龍ヶ崎とか鬼頭とか、はい、そういう風な名前で、であとはねやっぱりあのまあ桃子もいちごもそうなんだけど、うん、やっぱり自分が生み出したキャラクターっての主人公って、うん、できるだけやっぱり幸せになってほしいんで、うん、生命判断するんですよ、はい、実はお客さんに一人一人生命判断されてるんですか、うん、そうそう、あの、うん、であのできるだけいい画数をつけてて、うん、で龍ヶ崎桃子っていうのも確か多分あの間違ってるかもしれないけども僕がつけたのでは、うん、あのいい画数のはずなんですよ。なるほどね、うん、ちなみにその牛久大仏がある、うん、まあ、近くに牛久があってその隣が龍ヶ崎市っていうのが、そうだったんだ、漢字はあのもっと難しい辰の方なんですけれども、 な、ね、うん、なので私は何かっていうふうに思ってちょっと質問させていただいたんですけど、そこはなんか偶然ですね、偶然かかっちゃったんですね、すごい、びっくりですね、うん、なるほど、これはじゃあなかなか皆さん知らないエピソードですよね、うん、だって僕も知らないすごいスクープです、スクープ取りました。では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 、だんだんとこう電池がなくなってきて私も心配になってきてるんですけれども、野原さんにとって乙女とは一体どんな存在ですか。乙女とは、うん、そうですね、うん、ここの存在ですよ。ここの存在、はい、うんうん、そっか、ここの存在が、うん、強く、はい、強く、うん、美しく、うんうん、強く美しく少しネクラにネクラ緩くなるほど、ありがとうございます、はい、そして最後竹本さんにとって、はい、野原先生にとって、はい、下妻とは一体どんな場所ですか。第二のふるさとです。第二のふるさとです。イエーイ、ありがとうございます。ちょうど切れました、どうもありがとうございます。じゃあ最後にあのリスナーの皆様に一言お願いします。はい、はい、下妻の名誉市民狙ってます、よろしくいけます、ね、これはお願いします。どうもありがとうございました。いかがでした、みきさん。うん、いやもう、まさか、面白かったです。まさか、あの、まあ、ラジオみたいな感じなんですけど、あの、映像がちょっと、あの、取材してた時の、うん、あの、模様しか、まあ、うん、この野原さんを野原先生とインタビューをこうやって本当にこう並んで私と野原さんが一緒に喋ってたのにそれがなんか撮影できてなかった大失態、大失態をしてしまいまして、まあそれもったいなかったですね、はい、すっごくちょっとね、はい、そんなことをしてしまってまあちょっとラジオみたいな形でちょっと今お届けしたんですけれども、まあでもスクープが一個ありまして、うん、あの龍ヶ崎桃子、龍ヶ崎桃子の名前は、うん、龍ヶ崎市って茨城県の龍ヶ崎市を知ってたわけじゃなくって、うん、偶然なんかそのいかつい名前にしたかったら思い浮かんだのが龍ヶ崎で、うん、まさか牛久のお隣だったなんて知らなかったし、その1月、ね、そう1月の26日に初めて知ったっていう、うん、ほらスクープでチャンピオンスクープイエーイ、すごい、そうですよ、こういうスクープを突撃しながらこうやっていきたいなと思うんですけれども、うん、まあちょっと、まあ、そんなロリータのこうね、うん、あの野原さんを囲む誕生日パーティーっていうのを、うん、まあ今 VTR で取材26日に行ってきたんですけれども、うん、まあ、こうロリータの子たちを見たらすごい可愛かった、うん、可愛いですよね、うん、あの子たちは何だろうな、可愛い、肌とかもすごいツヤツヤしてるし、うん、こう白いし、日に当たらない、日に当たらないよくなんかこうパラソルをやってたりとか、そういう使ってるイメージがありますね。そうですね、うん、そういうのも分かんないですけど、なんかこう私も、うん、こうなんかそういうのになりたいなと思ったんですけど、ミキさん、私もおなば計画で今なんか聞き、うん、逃した感じ私もロリータになりたいね、
悩んでるあれ。ロリータになりたいです。なんか言ってます。ミキさん、ロリータにしてください。ちゃんみよロリータになりたいんですね、うん。ロリータになりたいです。こう、ちゃんみよがロリータになったらちょっと面白くないですか？うん。こんなそれこそ、うん、真面目に。うん、腕の見せ所だよみたいなこと思ってませんか？みんな思ってますよ、きっと。ちょっとコメント。大丈夫かっていう。コメント、コメント。あ、皆さん、貴族の方のようですね。下妻物語と牛久大仏がつながってるのは、倉持さん、こんばんは。こんばんは。倉持さんもぜひぜひ、ミキさんに、おなば計画で、メンズもやってるので、ぜひぜひ、ぜひぜひ。はい、ぜひぜひ、みんなじゃあちょっと、ミキさん、今日はチャンミオがロリータなんてまさかの。まさかの、私もびっくりです。チャミヨガロリータ聞いてませんから、うん、そう突然またね、はい、でももしかしたらなれるかもしれなくないですか？頑張ってみますか？頑張ってくちょっとやってもらえますか？ こっからのスタートですか？こっからまたすっぴんです私ほとんどこっからのスタートで、うんうん、何分間できますか、はい、何分間できますか何分間できますか今日は前回が10分でフルメイク10分でフルメイクお題でした、はい、ロリータですからね、そうですね、ちょっとアイメイクに、うん、だって何もやってないですよ。またまつげ、眉毛ボーボーだし。まつげじゃなくて眉毛。じゃあ、15分かからないで終わらせる。よし。じゃあ、52分までに、はい、終わらせる、はい、ということで、はい、続きましてのコーナーは、じゃじゃん、はい、ミキ先生のおなば計画、はい、イエーイイエーイなのか、本当に。じゃあ、はい、ミキさん。はい。じゃあ、52分までに、はい。よーい、はじめ！はい。こう、なんかこう、あれですよね。BGM 的なものを流しながら。BGM 的なものが欲しい感じですね。そうですよね。私、はい、携帯電話とか持ってないんですよね、今ね。携帯電話。携帯電話で BGM とか。携帯電話、ね。あった！ BGM。じゃあ、BGM しましょうよ。はい。もう始めますけど、いいですか？いいですよ。じゃあ。いつも。著作権フリーの。はい。はい。じゃあ、鏡、これを画面見ながらやっていきます。はい、じゃあ、大丈夫ですか、うん、いいですか、はい、はい。じゃあ、ベースからいきます。はい。ミキさんが映らないと、あれですよね。いや、私映らなくていいです。チャンミューの顔が映った方がいいです。はい。見ていただいて。52分までいい感じですね。前回もなんか10分ぐらいでドキドキしましたけど、結構普通のね、フルメイクだったんですけど、今回はロリータなんで、ちょっとただ首の色とかを揃えるのがここまでの時間はもしかしたらないかな、あるかな。20分ってでもメイクするの20分ってどうなんですか、短いんですか。でも短い、微妙だよね。なんかこう結婚式とかで、うん、なんかヘアメイクをやりますよね。その時にメイクするときって実際にどれぐらい時間かかるんですか。結婚式はなんかね、ちょっとお嫁さんじゃないもん。お呼ばれの人だったら、そうですね。そんなにかかるんですか。普通のお呼ばれだったら、でも。基本的に、どんなメイクサロンさんとかもそうだと思うんですけど、うん、10分、15分では終わらないですね。うん、やっぱり60分とか、お結構かかるね。都内でもそのぐらい、やっぱり、かけて、みんな、本当に綺麗にするんだったら、やっぱり、ベースから、やっていきたいので、ベースをしっかりやるとどれくらいかかるんですか。ベースしっかりしてれば基本的にお化粧っていうのはみんな綺麗にできるんで仕上がるんで、ベースが一番大事ですかね。ベースか、ここまでしっかりやらないな。あ、倉持さん、ちゃんみよゴスロリ計画って、ゴスロリともう一個何ゴリって言うんですかね。ゴシックロリータっていうことですよね、ゴスロリ。あ、そうなんですか、ゴシック。ゴシックロリータ。ゴシック白黒ですよね。白黒の、お洋服です。怖い方ですか？今日首から下は、やりません。はい。だからそこ許してください。大丈夫です。大丈夫です。大
で、チャンミオの希望で、はい、なんでロリータみんな白いのかっていうことで、うんうんうん、はい、ロリータ白いですよね。ロリータ白いですね。じゃあ今日は白い感じに仕上げたいと思います。うんうん、はい、白くなるんですか、チャンミオも。チャンミオ、でも、その首やらないと、なんか顔だけ浮く。うんうんうん。まあいいでしょう。はありますけど、本当は首もね、ここも揃えてあげるといいんだけど、うんうん、今日は顔だけで、ね、顔だけで。いますね。はい。今日だって道具用意してきてないの、ここ来てから聞いてる。びっくりな企画です。はい。いつも。何者だっていう。いつもガチンコ企画。ガチンコ企画も、なんか準備がないガチンコもなかなかないんですよね。はい。でもこうやって首の色とか顔の色とかも自由自在に変わっちゃうもんなんですか？やり方次第。なんかこう芸能人の子たちが真っ白じゃないですか、はい、でも実際は肌がすごい黒いとかもあるんですか？それはすごい黒いはないと思いますけど、ある程度ジグロでも、ジグロでもって言っていいのかな、その色が黒い方でも、うん、あの真っ白っていうのはちょっと難しいと思うんですよね、うん、白い人をちょっと暗くするっていうのは割とまあできますけど、うんうん、暗いのを白くっていうのは不自然になるんで、逆はあるけど、その逆はあんまりない、うん、あんまりないかもしれないですね、うん、どうなることやら。お、今38分、お姫様っぽい感じがいいですね。そうです、ゴスロリ、ゴスロリ、うん、ゴスロリと何ロリかわかんないけど、ロリータ、ロリータとゴシックロリータ、白い方がいいっていうことです、ね。倉持さんから白い言われております。そうだから白くしてるよ今日。白くしてますって。白くしてるよ。まだと首の色変わってないんで、より多分わかると思うんですけど、今日は白くしてます。どうなることやら。髪を白くしてます。どうなることやら。これでも自分でやりたいっていう人に来てほしいですね、本当に。そう、本当にね、面白いよ、うん、やりたい人来てください。やりたい人来てください、本当に。こうどんなの、例えば私みたいに今日ロリータやりたいって言ってきましたけど、例えばキューティーハニーみたいになりたいって言ったらキューティーハニーみたいになれるんですよね。わかんないけど、フラッシュしてください。ハニーフラッシュ、ハニーフラッシュ。なんかいつもと違うようなものがつけられて、今何がつけられてるの？今は、これはベースにコンシーラーを使ってます。ハイライトの代わりにコンシーラーで、はい、なんだろう、ロリータの白さをより強調させる。はい、すごい。本当にどうなるんだろう。素晴らしいな。時間は今39分、はい、あと13分、もうそろそろベース側にしたいって感じで、なんか本当に白い、うんうん、楽しみ。でも本当に白い。ちょっと注意してください、はい。なんかこう氏神さんの白いのとはまた違いますか、ね、氏神さんのはね、あの化粧の使ってる種類が違う。銅蘭。銅蘭は何なんですか、あれは。銅蘭は舞台の化粧とか、そういう感じ。あの、重いですよね。あの、ちょっと落ちにくい。普通の化粧よりも、やっぱりしっかり落としていかないと落ちないようなものなんで。なんか、すごい、白い。私じゃないみたい。こんなところまで粉やるんですね、首のところまで。一応、あの首はベースにやってないんだけど、ここだけはしようかなっていう。はい、これパフでつけてもらってもいいんですけど、私はどちらかというとブラシで、今はナチュラルメイクの方が主流なので、あまりこう、あのベタベタつけたくないかなと思うんで、こういうパフでも、はい、これをちょっと飲み込んで空気を入れるんですか？空気じゃなくて粉を
あの、ムラなく、する。っていう感じ。なるほど。一箇所にいっぱいついてると、そこだけいっぱいついちゃうから、ムラにならないようにして、さて。さて。じゃあ、あの、すげえ、マジでライブを活用してますねって。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいコメントです。クラモスさんですから。クラモスさん、すごいです。すごいです。あげなくていいよ。普通にしててもらってないです。はい。気になる。ドリータの子たちって眉毛どうなってんですかね。眉毛基本的にはでも、見せてないから、うん、あんまり描いても、うん、つかなくてもって感じかな。うん、今日はそんなにここは力入れない。今日は見えない。はい。あ、すごい広い。こんなにしっかり私ファンデーションつけることないですよ。チャンミオの、あ、普通のメイクでこうやって塗らないけど、うん。はい。じゃあちょっと、はい、普通に目を閉じてください。これ、ビフォーの写真撮っとけばよかった。はい。じゃあまたやる。そうですね。またやるぞ。より、今度、格好もしっかりやるかな。うん、どん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 。今度、着付けとかもやりたいんですよ、ミキさん。あ、着物？うん。それに合うメイクとか。うん。そういうメイク。激しく割っちゃったからね。あー、じゃあ、今度お祭りぐらい、ね。お祭りですかね。浴衣とか。浴衣。うん、今、どこまで着てるんだろう。これも何ですか？アイラインを先に入れてます。アイシャドウよりもアイラインの方が今日はね、うん、順番もわかんないんだよね。順番は本当はあのアイラインアイシャドウ先でもいいんですけど、うん、まあきつくしたいときはアイラインを後から、うん、で柔らかくしたいときは先。うん、なるほど。これリキッドのアイラインですよね。そうです。今日はリキッド使ってます。私リキッドのアイライン、あ、この間も言ったけど、すぐ落ちちゃうのはウォータープルーフじゃなかったからってことが判明したんですよね。そうです。そうです。でもなんでウォータープルーフとウォータープルーフじゃないの出してるんですか。全部ウォータープルーフにしたいわね。あの、落とすの面倒くさい人もいる。そういうことか。そうだと思いますよ。うん。52分だと。お、あと8分ですよ。8分だよ。時間がないよ。うん。あと8分。8分、本当だ。あと8分ですよ。ちゃんと終わるのかな。煽られてるぞ。ん？あと、あと8分。でもなんかこう、洋服とかもちゃんとしとけばよかったですね。全然違ったんで。洋服とかはちょっと責任持てないです。全然違うな。火曜日は毎回すっぴんで私来るかもしれないです。なんだろう。やってもらう企画ですか。やってもらう企画。だチャンミューじゃなくてもやりたい人来たら来てください。遊びに来てください。ぜひぜひ。本当に。観光当番役に当番役を入りに来て、でそして入っちゃったらなんかでも化粧したしないかもしれない。しないで帰りたい。感じになっちゃうかも。まあ、シャワーもありますから。ああ、なるほど、ね。ぜひぜひ。12分ですね。大丈夫ですか、みきさん。うん、大丈夫と思う。この、焦らないところが。意外に、私結構焦ってますよ。ね、あと15分で放送終わっちゃいますよ、だって。うん、でも、多分終わる予定。本当ですか。私がチョイスしない色ですね。うん、ピンク色っぽいですね。気を使ってないっていうのがあるんですけど。これ脱ぎますか。うん、で、あとでじゃあ。はい。今時間ないから今脱がしてあげる時間が、はい、あげられない、はい、ケチだよね。大丈夫です。最後のオープンの時にね、うん、そうですね、お縄計画のまた札を出して、うん、オープンすれば、うん
ですね。の、メイク解説付きですか？あ、メイク解説付きで分かりやすいですね、ですって。いや、ありがとうございます。嬉しい。そうです。なんか質問があったら、倉持さんもメイクの質問。男性ですが。そうですね。何かあればぜひ。うん、今ピンクですよね。ピンクの系の。いつも多分チャーミング絶対使わない。使わないです。なんかこう私目、なんていうの、あの、厚ぼったいから、まぶたが、うん。なんかピンクとかやるとなんかこう、なんだろう、泣いた後みたいになっちゃうかなと思って、あんまりつけないんですけど、うん、でもそれも使い方なんですね、じゃあ。どんな風に普段してるのかよくわからないんですけど、うん、あんまりちゃんとに使ったことない。グラデーションとかもやったことないです。じゃあ、ダメ。だんだん言葉数少なくなってくる感じが。ミキさん、あと、はい、4、5分、うん。大丈夫ですか？大丈夫だと思うよ。5分ですよ。うん、もう47分ですよ、チャンミン TV、うん。こんばんは。そろそろここで。うん。あと5分。あと5分。あと5分。うん、じゃあ、うん、待ってます。これ今日はチャンミオが自前で用意してきた。そうです、100円キーツで買ってきました。まつげです、うん、まつげどうやってつけるんだろう。ちょっと閉じてください。サイズが合ってない感じです。めっちゃ小さいからね。今はつけまつげをつけました、はい、ちょっと開けていきたい。開けますか目、うん、うん、あ、大丈夫。つけまつげってすごい違和感。みんなこれ毎回つけてるんですか？つけてるの。つけてる人って、つけてる人はそう、ね、なんかつけまがなんかもうないとっていう人いっぱいいるじゃないですか、うん、なんか生きていけないって聞くけど、そう、うん、これになれるのはちょっと無理そうだな、うん、すごい不思議。あ、すごい不思議。これ一気に違う人になりましたね、はい、じゃあダメ、それだ、あと目だけで。しゃべんないとか言って。はい。やばい感じ。何やった。お、あと3分。はい。あと3分間に合いますか？うん。本当ですか？うん、間に合わせないと。あと3分。あと3分。しゃべよべ動かしすぎて取れちゃう。私がソワソワしてるんですけど、この音楽がなんかもう時間ない感じがするね。そうそうそう、練習してますよね、うん、本当は下まつげもつけるとすごく変わるんです。つけまつげってすごいって言われてる。つけまつげすごい。倉持さん突然ちょっと、はい、ちょっとチャンピオン、はい、取れちゃう、取れちゃうよ。はい。あと2分。じゃあ、パタパタしすぎて。取れちゃう。もう足りないかな。取れちゃった。はい。はい。本当につけまつげってすごい気がする。だって一気に目玉っていうか目の目玉とか女の子が言わないってだって目の感じが全然違いますよ、はい、
すごいことになりました。あと2分。2分ある？ 2 分あります。つけまつげ、本当に私もそう思う。つけまつげって恐ろしい。なんかすごい甘い匂いがする。はい、クリーミー。うん、ちょっと待って、海苔がさ、うん、海苔がちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと一回。うん。うん。あと1分ですよ、ミキさん。うん。でも事故が起きたから大丈夫。事故？事故が。事故が。チャンビオの、うん。はい。瞬きしすぎて、はい、くっつく前に瞬きしすぎて、まつげ付け直し事件発生。こんばんは、そちらの場所はどこだろう。ちゃんかなさん、こんばんは。こちらはですね、サンスポーツ当番浴です。サンスポーツさんのお隣にあります当番浴というですね、あの岩盤浴とはちょっと違った47度ぐらいの当番の床の上に寝っ転がって、はい、終わりです。リラックスする、そんな場所です。お、できました！皆さん、チャンミオがロリータに。ちょっと前髪だけ。はい。なんかずっと帽子だったから、かなり別人。いや、私が頭をぺっちゃんこにしてたからですね。ヘアは。はい。ヘアは。別だからいい？はい、部屋は別で。じゃあコメントしといて。はい、かなり別人です。かなり別人です。これつけまつげの、つけまつげのせいですかね。うん、もうおかげかも。かなり別人って、やっぱそんな別人になるんですね。ちゃんかなさん、スタジオにお越しくださいね。あの、ちゃんからさんもぜひぜひ、火曜日はお縄計画なので、あの、ミキさんに、もう、茨城県で唯一の国際、なんだっけ、国際メイクアップ、インターナショナルメイクアップアーティスト。インターナショナルメイクアップアーティストのミキさんに、茨城県で一人しかいませんよ。で、メイクアップ教室が一個しかないっていう。はい。そうです。なので、そんなミキさんに、はい。終了です。お、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとこの、これじゃあの、わからないので一瞬お縄計画に戻します。じゃじゃん。よし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 、じゃんちゃかちゃんちゃかちゃん、静電気バチバチ言ってる。おいしょ、どうや、大丈夫かな。行きます。はい、じゃんじゃん。ちょっとロリータ、ロリータ、暗いかな。あ、倉持さん惚れた、だってこうやったら、下からライトアップしたら、はい、どうです、どうです。あ、でも全然違うかも。本当は髪の毛とかやらないと雰囲気が出ない感じもするけどね。すごい、まつげはもうちょっとこう、パチッ、目をパチリ開けてみて。すごい、目がだいぶ違う。すごい、近づく、近づく、ほら、全然私じゃない。ちょっといつもと違う感じ。うん。ビフォーアフターを比べたいですねって。ビフォーアフター比べたいですね。ビフォー忘れちゃったね。ビフォー忘れちゃったけど、本当に全然違うと思いません？ほら。なんか私、いつもお化粧しないから。そう、本当は前髪もっとちゃんとしたい感じもするけど、そのぐらい。すごい。こう、じゃあ、こう、ロリータのメイクをするときのポイントってのは一体何なんですか？アイメイクですね。アイメイク。目を大きく見せる、うん、丸く、丸い大きい目。うん、切れ長というよりは丸くて大きい目だから、うん、まぶたの、うん、アイラインを引くときに、うん、中央が一番ボリュームが出るようにラインを入れる。中央が、中央が、これでいい？これで刺して、はい、この辺、この真ん中辺、中央って真ん中辺、うん、こう3等分するとしたら真ん中辺に一番厚みが出る、ラインの厚みが出るように引くと目はそれだけ丸く見える。で、あと まつげで、本当はあの下まつげをつけるともっとロリータっぽくなるので、ちゃんみよ、下まつげちょっと短いので、私下まつげないですよ。短いので
けれないんですけど、まあ、とりあえず、時間内に収まったから。さすがミキさん !OK? さすが国際ヘアなんとかインターナショナルは違うけど、ぜひぜひ、今度よかったら、このスペシャルメイクアップアーティストの方に、ミキさんに。本当にちゃんとやるとしたら、もうちょっと時間かけてやるんですけど、はい、現場とかで撮影なんかの現場でするとしたら、やっぱりこう、お時間決まってるので、例えば10分、15分で、メイクしたり、セットしたりで、もう30分とかお時間がないこともあるんですよ。そうすると、その中でやらなきゃいけないんです。スピードもあるし、あと、雑にならないようにするっていうのもあるし、難しいんです。結構。意外に頑張ってるんです。さすがです。でもすごいです。ビフォーアフター写真で並べたいです、倉本さん。そして、ちゃんかのさん、キャハ、おばさんはゴスロリなんて痛いでしょ、笑い。いや、でもそれもちょっとぜひ、今度どうですか？やってみてください。変身企画とか面白いかも。ちゃんかのさん、変身企画ぜひ出てくださいよ。そうだ、ぜひ来てください。来てください、待ってます。本当に。はい、まあ、そんなこんなで、お名場計画ちょっとなんか、ねえ、ミキさんができないことを。急な展開で準備がないときに、100円ショップで買ってきて、まつげを持ってきてるっていう、すごい、そうすごい企画で。でもちょっと面白いですね。はい、私も準備するの、ちょっとウキウキしながら。準備なんです。私、今日たまたま道具持ってたんですよ。昨日撮影があって、都内でお仕事してたんで、道具全部持ってたんですけど、これ持ってなかったら今日この企画私できなかったですね。気づかなかったんで、できなかったかも。そしたらもうどうすればいいのかって感じで終わってましたね。ちゃんと連絡取って、はい、皆さんから のお題なんかもあったら嬉しい、ね、そう、皆さんからのお 題、お題があったら絶賛、ちゃんみよ TV、 あとお悩みとかね、お悩みもそうだし、こういうのにやってみたいとかあったら、メイクだけじゃなくてね、健康とか美容全般、そうです、ね、ビューティーレスキュー、ビューティーレスキュー、これもおすすめの、私おすすめのそう、ちょっとダイエット商品名見せちゃっていいのかっていうのは分かんないですけど、まあちょっとこうダイエットするときに赤ちゃんが食べるおせんべいありますよね、あれって小腹が空いたときに、普通のおせんべい食べると、丸いおせんべいって結構お茶碗一杯分ぐらいのカロリーがあったりするものも、それに近いものもあるので、こういう赤ちゃんのおせんべいって大体20カロリー以下ですね、15とか、はい、いろんなの入っても18とか 1袋13カロリー、そう、だからとても低いんで、ちょっとこう食べたなおせんべいみたいな気持ちになれていいかなと、これも私もだからちょっとダイエット始めようと思って買いましたので、一緒に頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、はい、あっという間で、でも本当に制限時間内でこう、そのうち5分メイクとかになって、5分メイクとかそれどうなんだっていうポイントメイクだったら5分もあれですけど楽しみだな、みんなだんだんハードル上がってくる、ハードル上がってきますよ。ミキさんにできないことはないのかっていうのをどん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 、ぜひ私は本当はね、皆さんにセルフメイクっていうのを、私、メイクアップ教室をやってるので、美容室ももちろんなんですけど、メイクアップ教室っていうのをいろんなところでこう開いていきたいと思ってるので、ぜひセルフメイク、自分でお家でするメイクアップを一度、基本を勉強してもらって、そうするととっても自分でやっても綺麗にできるはずなので、はい、私もできるようになるのかな、はい、こんなにいつもと全然違いますよ。ちゃんみよ、やって企画みたいになってます、変身させてくれ企画になってますけどね。ちゃんみよに本当はね、上手に、ね、でもフェイシャルマッサージしてくれてるからすっきりして、そうです、あっという間に21時になってしまいました。本当だ、早い。皆さん今日もコメントありがとうございました。そしてミキさん、ありがとうございました。ビフォーアフター後であげたい。ではでは、皆さんまた明日も見てね。バイバーイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。収まった、大丈夫だった、全然違うでも本当に、ごめんなさい、ちょっと頭くるくるにしてやったら、やりたかったんだけど、ちょっと時間がなかった。最後の写真だけやりますか、でも全然違いますよね。すごい、すげえ、びっくり、もう今度ぜひ、よかったら。めちゃめちゃすごい、本当は、もうこれ帽子かぶってない方がいいですね。帽子かぶってると潰れちゃうんで、頭を直す時間がないと、ね、顔だけだとちょっとバランスがわかんない。若い子は可愛いですよ、本当です。見違え、若かったら。